フランクリン・ホセ・バレト・ロハスは、ベネズエラのカラカス出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。メディアによっては、バレート、バーレートと表記されることもある。2012年に、トロント・ブルージェイズと契約して、プロ入り2013年に、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。アパラチアン・リーグの、 ルーキー級ブルーフィールドブルージェイズでもプレーし、2球団合計で59試合に出場して打率。276、4本塁打、26打点、10盗塁を記録した。2014年は A-9 バンクーバーカナディアンズでプレーし、73試合に出場して打率。311、6本塁打、61打点、29盗塁を記録した。 2014年11月28日に、ジョシュ・ドナルドソンとのトレードで、ブレット・ローリー、ケンドール・グレーブマン、ショーン・ロリンと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。2015年は、参加の A 級ストックトンポーツでプレイし、90試合に出場して打率30、300 13本塁打、47打点、8盗塁を記録した。2016年は、A 級、 ミッドランドロックハウンズとトリプル A 級、ナッシュビルサウンズでプレーし、2球団合計で123試合に出場して打率。284、11本類打、53打点、30盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。11月18日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。 2017年は開幕からトリプル A 級ナッシュビルでプレーし、6月24日にメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった同日のシカゴホワイトソックス戦では7番二塁手で先発出場し、ジェームズ・シールズからメジャー初本塁打を放った。また、この試合では同僚のマット・オルソン、ジェイコブ・ブラグマンもメジャー初本塁打を放っており、 同一チームの3選手が初本塁打を記録するのは MLB 史上初だった。この年メジャーでは25試合に出場して打率、197、2本塁打、6打点、2盗塁を記録した。2018年は32試合に出場して打率、233,5本塁打、16打点を記録した。2019年は23試合に出場して打率。 123に本類打、5打点1投類を記録した。2020年8月28日にトミーラステラとのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。ありがとうございます。